ですね。今年何が強いんですか、ちなみに。今年はね、もうごめんなさい、選手の名前とか本当知らなくて、あの分かんないんですけど、何ですか、ちなみに。今までオリックスっていうのは、はい、あの打撃に関しては、はい、吉田正尚っていう主砲がいるんですけど、はい、この吉田正尚のワンマンチームだったんですよ、うん、打撃に関してはね、はい、でその選手だけだったので、その選手のにマークがきつくなってしまって、うん、で全然なんていうんですかね、点が取れなかったんですよね、はい、でも今年は杉本選手っていう、はい、これまたもう結構6、7年目ぐらいなんですけど、はい、急に覚醒しまして、はい、すごい打つようになりまして、で正尚選手の後ろにその杉本選手が入ることによって、なんか正尚選手のマークがきつくなくなって、あなるほど、はい、でなんか打線がすごくいい感じに回るようになって、あですごい調子良かったんですよ。で打線として機能してて点が入るようになったんですけど、この間正尚選手の方が怪我でおらんようになって思って、その瞬間またぐーっと下がってきておるんですね。なるほど、今大ピンチってことですね、はい、今大ピンチですね。手法ない状態っていう。そうですね、手法不在なんで。そっか、結構じゃあ粘りどころってことですね。そうなんですよ、ここなんとか耐えしのげば正尚選手が帰ってきた時に優勝争いできる位置におったらええんですけど、今どん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 こう下がっていってる状態なんですよね。正尚選手は今どのぐらいで戻ってくるんですか。それがわからないです。右ハムストリング損傷なんですけど、ちょっとどれぐらいなのかはちょっとわからないです。今季脱ボタじゃないですか。どうなんですかね、ちょっと分からないです、はい、なるほど、戻ってこれる可能性はあるんじゃないかって言われてる感じですか、はい、希望です、私の、あ、はい、最後間に合ってっていう。なるほど、はい、まあそうなんですね野球談義ですけど、大丈夫あ、はい、でもオリックス芸人が出ましたもんね、あのネット版でダメとか。ああ、そうですね、 あれ一応オリックス優勝したら梶さんが地上波でやろうかなぐらいのこと言ってくれてたんで。なるほど、はい、ちょっと優勝してほしいですね。キングオブコントも準決勝行ってますか。あ、一回だけ準決行ったことあるんですけど、はあはあ、それはもうほんまたまたまマグレで行っただけで、僕らもうキングオブコントって出たり出んかったりしてるんで。なるほど、だから今年、うん、この漫才をコントにできるんじゃないかみたいなのがあった時だけ出てった感じです。あー、なるほど、そこだからコント師からしたらふざけんなって感じですよね。あはい、そうかそうか、併用できるやつがあれば出るし、ね、なってあんまなさは出ないですよね、そうですね。でも今年は、まあ、キングオブコントには失礼かもしれないですけど、 M1 がラストイヤーだったんで、その M1 に勝つためにキングオブコントも出ようって思ったんですよね。へー、キングオブコントでもしかしてなんかいいとこまで行けたら、うん、ショーレースのお客さんに知ってもらえるようになって、それがこう M1 にも還元されるかなと思って、今年はキングオブコントも出たんですけど、うん、はい、だから漫才をコントにするんじゃなくてちゃんとコントを作って出たんですけど、まあんまうまくいかんが順々で落ちてしまいましたね。でも順々まで、はい、うん、順々まではいけたんですけど、はい、あ、そのショーレースのお客さんに馴染むっていう作業も必要なんですね。いや、そうですね、僕ら一回その認定漫才師になってて、そこで掴みかけてたんですけど、はい、そのショーレースのお客さんを、はい、でその後一回話してしまってるんで。はあ、なるほど、はい、でそのトリオになってもあと2回で M12 回で結果出さなあかんってなった時に、そっからせなあかんかったんですよね。その、はあ、ショーレースのお客さんをもう一回振り向かせなあかんっていうか。はあ、そっか、そんな戦いもあるんですね。はい、もう僕らの期待値をちょっと上げる作業っていうのをへしていかんとあかんかったんですけど。なるほど、はい、そういうハードルというか、あれもとかどっちか、だからマジカルラブリーさんがその決勝で受けたのって前の決勝で滑ったことがあるからだよねみたいな、そういうことの
が予選でもあるんですね。予選でもやっぱ積み重ねってあるんですよね。へー、はい、なるほど。で僕らは一回そこをなんていうんですかね、サボったわけではないですけど、その波に乗り切れず弾き飛ばされてしまったんで、へー、もう一回その波に乗らんとあかんというか。なるほど、はい、へー。だからやっぱその賞レースで期待値のある人たちってもう何て言うんですかね、出た瞬間もなんか違うというか。あ、なるほど。もうファーストボケでドカーンっていってしまうというか。うん、そっか、もう磁場ができてるんですね。そうですね。もうお客さんがこうやって見てくれてるんで、もう、なるほど、はい、うん、そっか。でそのあれも乗り越えなきゃいけないですね。そうですね。だからでも大宮セブンのおかげでなんかちょっとそこは、うん、去年よりはいい感じになってきてるかなとは思ってるんですけど。そうですね。で大宮セブンはやっぱりずっと続けていきたいんですか。なんかそれ、まあ、今後の人生的にというか、まあ、そのどうなるのか分からないんですけど。あー、どうですかね。でも僕は続けていきたいですけどね、はい、やっぱみんなおじいちゃんになっても、はい、やりたいですけどね。あ、でもどうなんすかね。もうおじいちゃんになってパン一になってなんかするとかそういうのも面白いと思うんですけどね。いいですけども、はい、うん、で漫才もやっぱり一生続けていきたいですか。あ、それはもうやっていきたいですね。でもやっぱそれにはなんかいるんでしょうけど、肩書きが。あ、そうか、そうか。だからその何年度チャンピオンとか。はいはい。なるほどなるほど。じゃないと呼ばれないと思うんでね。そうかそうかそうか。そのためには実績を積まなきゃっていうのが。そうですね。うん。必要になってくるんですね。なりますね。あ、この話しとけばよかったなみたいな話ありますか。なんですかね。結構写真気になる人いましたね、僕の。ああ、その目がってことですか。目が、はい。視点が定まらないみたいなことですか。そうです。僕今目が普通、今こう普通になってますけど、はいはい、これずらすとこうなります。ああ、はい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 。なるほどなるほど。はい。それはいつからですか。ずっとですか。高校の時からですね。へえ。なんかわかんないですけど、だから野球やってて本当急にじゃないですかね。だんだんどんどん、あ、だんだん視力がこう悪くなってきて、ずれ出してきて、視界が視点が合わなくなって、ボール見づらくなってみたいな。はい、だから芸人やっててなんで写真直さないのとか言われますけどね。あ、写真直せるんですか。直せます直せます。あ、そうですか。直せるけど、うん、どうなんですかね。僕はやったことないんでわかんないですけど、うん、僕は何回もせなあかんって言われたんですね。医者さん、あ、はい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 、ちょっときついから一回じゃ治らんかもって言われて、はあ、なんかそれ嫌やなと、痛い思いしてって、はあはあ、テリーとさんとかもそれでしたもんね。あ、そうですそうです。で治しましたもんね。治しましたね。あ、でもどうですかね。僕らだから最初はなんか眼鏡かけて隠してやってたんですけど、はあ、レッドカーペットのオーディションに1年目か2年目ぐらいの時に行った時に、そのダメ出しされる時に、そのテレビ局のディレクターさんかなの人に、写真だよねって言われて、あ、そうです、立ち位置逆にしたらって言われて。へすごいこと言いますね。そうです、そうなんです。僕が前もともと漫才してる時に、はあはあ、こっち側に立ってたんですよ。あ、こっち側に立ってたんですね、右側に。ああ、だから上手ってことですか。あ、下手、下手か、はあはあ、下手に立ってこうやって喋ると写真の方が前に出ちゃうから、はあはあ、なんていうんですか、気になっちゃうけど、こっち側に立ってこう喋れば右に奥に隠れるから逆にしたらとか言われて、あ、テレビの人ってすごって思いました。あ、確かに理にかなってるのか。そう、それで言うと、はいはい、はあはあ、見てる人気にならないんじゃないですか、そっちの方がっていう。そうですね。
あ、そうか。じゃあ結局それに私今もそうしてるってことですか。今もそうしてます。はい。なるほどなるほど。山田さん全然そんな教えてくれなかったですけど。あ、なんかやっぱなんだっけな、ニューヨークさんと大宅さんが喋ってる YouTube でなんか、はい、東京吉本なめんなみたいななんか動画があって、はいはい、その中でなんか山田美津子さんの話めっちゃしてて、はい、なんかいやなんか愛情ある感じでいじってると思うんですけど、なんかその売れてく芸人にはなんか見えなくなると言われてるみたいなそんなあるんですか。いやよくわかんないんですけど、会ったこともないし。そうですね、基本的に見た目はホームレスみたいな格好してるんで。何歳なんですか。何50、そんな言ってんすか。今もう54とかですかね。へー、はい、そうなんですね。めちゃくちゃ僕らお世話になったんで。あ、そうなんですね。はい、すごい、うん、山田ナビスコさん派みたいなのがあるってことですか。分かんないけど。ありますね。僕らの世代は多分もう卒業したら山田さんにまず引っかからないとダメだった感じなんですよね。へえ。僕らの時は無限大がたまたまできましたけど、多分その一個上とかはもう出てすぐライブなんてまず出れなくて、山田さんのライブしかなかったと思うんで。あ、なるほど、はい、で、そろそろ9期とか8期とかの人たちはそういう、そうだったと思いますよ。もう山田さんのライブに引っかからなかったらもう、ライブ芸人としての仕事はもうないっていうか。あ、そんなんですね。今は多分いろんな人がやってらっしゃる、そういうことをやってらっしゃると思うんで、なるほど、はい、いろいろあると思うんですけど。ほうほう、うん、そうなんですね。はい、確かにニューヨークさんが最後のナビスコ世代だみたいな話もしてたんで、そんな。あ、そうですね、あいつらがそうかもしれないですね。15期ぐらいが。あ、そうなんですね。僕なんかはもう、なんていうんですか、各期にいるんですよ。各期に山田さんの側近じゃないですけど、もう山田さんが飲みに連れて回す一人いるんですよ、はあはあ、僕はそれやったんですよね。あ、そうなんですか。はい、もう山田さん飲みに行くぞって言ったら僕も絶対連れて行かれて。へー、先生、11期は安倍さんだとして、はい、その12、13、14はどんな感じですか。12期とかやと最初はジャンポケの太田とかやったと思います。ほうほうほう。ああ、そうですか。僕らの1個下で言うと、そうですね、ジャングルポケットの太田とかがその位置やったかなと。ほうほう。その下やと、まあ、今ちょっといない、ちょっと吉本じゃなくなってる、ん、一回解散しちゃったんですけど、ワラサギっていうやつ、ほうほうほう、のハマっていうやつがその位置やった気がしますね。へえ、はい、一個上だったら、一個上とかやとカタツムリさんとかじゃないですかね。へえ、なるほどね。で、なんか僕らがもう連れ回されて、ほう、もう無茶ぶりずっとさせられて、ほうほうほう、なんか渋谷の道歩いてたら、お前ちょっとあそこの横断歩道の真ん中で寝てこいとか。え、ほうほうもう今考えたらもうただのパワハラですけど、ほうほう、なんか、へー、はい、1時間ぐらいずっと肩パンされてたりとか。へー、なるほどね。はい、まあ、でもなんかそうですね、うん、僕なんかネタ、後輩のネタ見せ中ずっと横で逆立ちさせられてたりとかしてました。え、それあ、なんかそのナビスコさんの、なんかそれ思いつきで。そうです、そうです。で、山田さんがそれ見てケラケラ笑ってキャッって笑ってて。へえ、はい、でもそれはそういう嫌なこともあるけど、いい思い出もあるんですか。まあ、だから今こうやってなんか山田さんの話とかになって話せるというか。ああ、そうですか。あの時はマジでムカついてましたけど。あ、どうする、そんなその後輩の前で逆立ちさせられるとかちょっと嫌いになりますよね。分かんないけど、そんなに聞いてたら。そうですね、まあ、僕もそんなにね、なんていうんですかね、それが周りが笑ってたらそれで良かったんですけど、はあ、逆立ちさせられてた時はほんま切れましたね。そうですよね。ちなみにナビスコさん側近から優勝した人とか出てるんですか、はい、そういうなんか分かんない。いや、出てないと思いますよ。やっぱ山田さんの小市を受け継いでる人間で、やっぱ光を浴びる人はいないと思いますね、今のところ。あ、でも、あ、そっか、でもジャンポケの太田がそうかもしれないですね。あ、期間短いですけど、あいつすぐ売れちゃったから結構。
そうですね。なるほど。今は本当ね、いいおじさんなんです。ただの飲み友達なんですけど。あ、そうなんですか。はい。昔はなんかそういういじりみたいなのいっぱいありましたけど、今はもう本当ただの お友達って言ったら失礼ですけど。へえ。じゃあ飲み行ったりするんですか今。あ、今コロナなんですけど。今そうですね、コロナなんであれなんですけど。その前とか。はい。へえ。相談乗ってもらったりとか。なるほどね。はい、へえ。あ、でもいいっすね。じゃあそれも含めて。そうですね。東京吉本で言ったらそうですね。ガリットチュウさんとかあの辺は多分相当山田さんの小市を受け継いでらっしゃると思うんですよ。ああ、そうなんですか。はい。はい、へえ。なるほどね。へえ。そう、ナベスコ系譜ってのがあるんですか。ありますね。へえ。東京には。2期生からじゃあそのガリットチュウさんが一番上だとして、はい、それからどんな辿ってくるんですか。ガリットチュウさんで多分そのポテト少年団さんが3期生ですね。菊池嘘つかないさん。はい、嘘つかないさんとか。でその下4期生とかになってくるとほんまにセンチさんとかなんですかね。ああ、はははい。で5期生ファイブギャップさんとかもそうですし。あ、ファイブギャップさんもですか。はい、うん、そうですね。 6期生とかで言ったらもういっぱいいますね。ブランジさんとかはそうですね。あ、なるほど。もう濃い山田さんの濃い血が流れてますね。第3話どうぞ。はい、LLR 福田さんとかも。あ、福田さんもナビスコ派ですか。めちゃくちゃ仲いいですよ、福田さんと山田さんとか。へえ。ずっと筋肉マンの話してます。いいですね。はい。へえ。そうなんだ。はい。89は。89。僕のイメージですけど、尾形さんの前のコンビのグレートホーンさんっていういたんですよ。あのパンサーの尾形さんの。相方さん、尾形さんの相方さんとかはめっちゃ仲良かった気がしますけどね。はい、確か。そうね、はい。で9期生とかだとそうですね、まあ囲碁将棋さんとかですかね。あ、囲碁将棋さんもそうなんですか。まあ囲碁将棋さんがあんまお酒、あ、古田さんを飲むか。まあでもあんまその飲み歩いてるイメージはないですけど。はあ、はあ、うん、なんか山田さんのライブには常に囲碁将棋さんがいたイメージはあります。へえ、なるほどね。はい、そうですね。なるほど、脈々と、はい、脈々と。へえ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。帰ります。